日型成分はいて座にある参考成分である。参考成分を南北に横切る体状の暗黒成分が存在し、その姿が日型に似ていることからその名が付けられている。成分と同じ位置に三回星団 NGC6530 も重なって見える。天の川といて在て座のなんと六星の柄の先端にあたるミュウ星の南星約4度に位置する。 M8 の1.4度北には三列星雲、M20 もあり、共に夏に見られる代表的な三光星雲である。視直径が大きいので双眼鏡でも観察できる。空が暗い場所では肉眼でも確認できる。双眼鏡でも十分楽しめる対象である。望遠鏡では干渉フィルターを使うことにより、星雲の像はさらに明瞭になる。 小口径の天体望遠鏡で見ることができる暗黒星雲のうちでは最も印象的なものであると言われている。星雲のところどころにボックグロビュールと呼ばれる小さく丸い暗黒星雲の塊が見えるのが特徴である。これは分子雲の密度の高い部分が自己重力で収縮し、やがて原子星となって輝き始める直前の段階にあるものと考えられる。 M16 の中にも同様の暗黒星雲があり、HST で撮影されている。M16 のものは太陽系程度の大きさであるが、日型星雲のものはそれよりも50倍程度大きい。ハップル宇宙望遠鏡によって、地上の竜巻のような不気味な星雲の塊が撮影されている。星雲の中には、M42 オリオン大星雲や、 M45 プレアデス星団と同じように先行性が発見されている。わずかな短時間で極端に高度が上昇する。20秒の間に10.3等から6.8等まで上昇した例がある。星雲の西側の中心に吐いてザ・9番という5.89等星が存在する。この星はスペクトル分類が O6 型の非常に高温な星であり、この星からの紫外線が M8 のガスの電離に大きく寄与していると考えられている。1654年以前にイタリアの天文学者ジョバンニ・ワッティスタ・オディエルナによって観測されていたとされる。オディエルナとは独立して星雲の前景にある NGC6530 がジョン・フラムスティードによって1680年頃、 発見された。その後、1746年にジャン・フィリップ・ロワード・シェゾによって、聖壇として再発見され、翌年の1747年には、フランスのギオ・ムル・ジャンティによって、聖雲として観測された。1764年に、シャルル・メシエが、メシエカタログに加えた際には、この聖雲を聖壇として登録しており、 星団と星雲の両方を発見したと考えられている。メシエは星団で単純な3フィート望遠鏡で見ると星雲のように見える。しかし優れた機材では数多くの暗い星団であると記している。干潟という言葉を M8 と関連づけて使ったのはアグネス・クラークであろうと言われている。1890年のザ・システム・オブ・スターズという本で 彼女は暗黒星雲の黒い筋を日型と表現した。ありがとうございます。